リア調査団。イエーイ。今日は、知る人ぞ知るっていうか、はい、ちょっと全国大会まであるんだけど、そんなに、うん、みんな知らないのかなっていう大会を持ってきました。そんな大会があるんですか？秘密の。秘密ではないんだけど、ね、なんてちょっと言い方がむずい。JC カップ。JC カップ。千葉県予選を調査します。JC カップとは、日本青年会議所さん主催の大会で、千葉県大会があり、関東大会があり、全国大会があると、そういう大会でございます。アンダー11、5年生。出場チームは、いろいろあるみたいです。各地の青年会議所さんのやり方、推薦でそのままトーナメント出場っていうチームも、地域もあるし、うん、しっかりその市で予選を行ってチャンピオンになって、うん、この枠を獲得できるっていうやり方をしている、地域もあります。2022、第8回 JC カップ千葉県予選出場チーム、ちょっとさらっといきましょうか。はい、フォルマーレ、ペガサス JFC、 ウィングス、 TUC、 成田トレセン、ジンガ、鎌ヶ谷少年、レシアス、レッドグローバー、飯岡、エスフェローザ、ドリーム、花園、千原台、さくら、東奈良市、FC フレンズ、夏美と、18チームのトーナメントで、なんかね、不戦勝もあったんで、もしかしたらもうちょっと出る予定だったのかもしれない。コロナ。これのベスト8から調査していきましょうという。よろしいですか？はい。じゃあベスト8、1回戦。ウィングス、対、フォルマーレ。ウィングス来ましたね。ウィングスね、どこにでもいますね。すごい。すごいね。12対0。ウィングス。強っ。でもこれもうトーナメントなんで、前話しましたけど、どっかの調査なんで。もう、2-0 も 10-0 も一緒だから。確かに。勝ちに行かないと。うん、2-0、3-0ってなった時点で、もう多分、戦術大幅に、トーナメント勝ち残るための戦術に大幅シフトするから、得てしてこういう結果になることが多いと。経験済み。確かに。ね。はい。ボロクソやられてね。ね。でも、全てを、やれる手を取った形の結果だ。こういう試合が多くなるよっていうのは、これからの人たちね、そうですね、思っていた方がいいですね。はい。ベスト8の2試合目、ジンガ対 DUC、うん、7-1、ジンガ。おお。これもね、きっとそういうことですよね。うん、まあ、どっちが先に取ったとかは分からないんだけど、まあ、ここにいる時点ですごいんでね。そうですよね。ベスト8の3試合目、エスペローザ八千代対花園。お。1-0、エスペローザ八千代。おというか、サンフット企画が2チーム目です。そうですね。ベスト8にね、緑の全力魂。全力魂が。で、ベスト8の最後ね。千原台、SC、対、夏美。1-1。PK で、千原台 SC。PK とか見てらんないっすよね。PK 廃止論者なんですよ。
はい、まあ、ずっと当時からだって長屋じゃないですか、まあ、特に自分の子、まあ、自分の子だけじゃないか、でもちょっと緊張しますよね、めちゃめちゃ緊張します、特に自分の子蹴るときで、やめた方がいいよ、ね、外して負けた試合とかもう見てらんないです、ね、見てらんないですよ、なんかあの落ち葉拾いとかにしたね。それで結果出たら絶対怒るでしょ。いやでも多く集めた方が勝ち進む。それ多分賛同者いないな。いやちょっとサッカー離れすぎたからゴムチップ集めとか。あの日焼けになった時点でゴムチップ集めてより多く集めた方の勝ち。で負けた方はそのゴムチップを袋に入れて持ち帰る。ほら甲子園と。それも持ち帰るってもうみんな大体人工芝でやってる人の家の家はもうゴムチップまみれですよ。積もってますから家の中で。持ち帰りたくない。はい、でも本当 PK ってねちょっときついものがありますね。勝者は千原C さんでした。じゃあ準決勝いきますよ。準決勝はまず1試合目ウィングス対ジンガ、うん、これはすごい勝負じゃないですか、千葉市対決、本当だね、4-0 ウィングス勝利、強いね、緑強いな、強いね、これは強いですね、ジンガも強いけどね、うん、それを上回る結果になりました。で準決勝2試合目エッセローザ対千原台、お0-0、おえってことはゴムチップ集めですね。PK です、 PK で、エッセローザ八千代の勝利と、おこれで決勝はウィングス対エッセローザ、3位決定戦がジンガ対千原台です、あ3位決定戦もあるんですね、ありますで、これここで言っときますと優勝しますと関東大会、うん、に出場できるとおというのがこの JC カップです、1チームだけ、1チームだけです、おじゃあまず3位決定戦から、はい、行きましょうか、3位決定戦神賀対、うん、千原台、うん、2-0神賀、ね、これいい勝負でしたね、2-0僕好きなんですよ、これやっぱり一応理由聞いといた方がいいですか、いや特にあれなんだ2-0って結構逆転されやすい点数ってよく言うじゃないですか、こう1点が次入ったらどうなるか、そう分かんない、これそういう試合だったと思いますね、はい、確かにね、流れが変わるとか変わる、この2-0っていうのは2-0 みんな5-5ファンは覚えてた方がいいですよ、2-0好きだじゃあ決勝です、はい、勝った方が関東大会、うん、ね、いきますよ、ウィングス対エセロザヤチオ、うん、2-0 おお。どっちだ、ウィングス、ウィングス強いっす、ウィングス対優勝です、おめでとうございます、そして2-0、2-0来たね、2-0、追いかける方もまた全力出せるし、うん、ウィングスが関東大会に行きました、すごい、ここで調査団終わっちゃいそうなんで、ちょっと補足で、うん、はい、調査団では関東大会 JC の関東 JC の全国やらないけど、一応関東大会どうなったか、あもう終わったんですね、終わってます、全国大会も終わってます、お一応言っておきますと関東大会は、優勝がレジスタ、うわ埼玉で、準優勝ファナティコス、ファナティコスこれも強いです、そうですよね、よく聞く、で3位に見事、うん、惜しくもどちらも言えますね、ウィングスが関東3位です、すごい、
晴らしい。素晴らしいですね。うん、でこのじゃああとど全国どうなってるんだろうと。レジスタはやはり全国でも優勝するのかなと。はい。関東でも1チームが。そうです。そうですね。関東で1チーム、全国。で全国は8チームからのトーナメント。全国大会優勝したのがヴィッセル神戸。ヴィッセル神戸。準優勝がフォルツァ松本。お3位にレジスタ。おだから今のそうですね。アンダー10、アンダー9の子たちはこういう大会もあるんで、自分が5年生になった時に JC カップというもので全国を目指して頑張ってほしいですね。第8回 JC カップ千葉県予選を調査しました。調査団また何かしらやるんで、はい、皆さんよろしくお願いします。今週もありがとうございました。スゴー農園の提供でお送りしました。